はい、皆さんおはようございます。3月23日火曜日の朝でございます。寒い、ね、広島県今日はね、僕が住んどるところは2度でした。2度、寒い、非常にね、まあ、冷えました。この時期にしては結構な冷えじゃないですか。もう3月もね、終わろうとしてるんですけど、ね、寒いですね。まだ朝ちょっと冷えますね。おかげさんで晴れ間がね、今日期待できそうですよ。もうすでにね、晴れ間がパーッと広がってますけどね。はい、太陽も出てね、いい感じです。とりあえず今日も積み置きの廃材をおろしに今ね、ドバに上がっております。7時11分。あ、そうそう、たまにね、ドバって何ですかって言われるんですけど、うちが仕分けをしているとこですね。はい、仕分け場みたいなとこですね。はい、そこをね、一応ドバって呼んでます。はい、まあ、土木関係とかでもね、ドバって言いますよね。資材置き場とか、まあ残土、土とかね、ああいったものを置いとるところとかドバって言いますよね。まあ、倉庫みたいなもんですかね。はい、はい、じゃあそんな感じでね、今日も一日よろしくお願いします。キャップ。はい、積み置きの荷物を下ろしました。とりあえず朝一はですね、今朝の方に入れ替えに行きます。近いですね。はい、サクサクと入れ替えしていきたいと思います。今日の朝ごはん、はい、入れ替え終わりました。めちゃくちゃ重い。もうね、前の方ばっかりにアスファルト柄とかね、土とか入っとったんで、フック引っ掛けてもね、上がらんのんですよね。コンテナが浮かんのんですよね、前ばっかり重たいとね。はい、なのでちょっと前のそのアスファルトとかをね、ちょっと下ろさせてもらってね、入れ替え作業しました。はい、ああいった感じでね、コンテナって結構均等に積まないとね、今度後ろばっかりに積むとね、今度後ろが重たくなりすぎてキャビンが浮いてね、ウィリーしてから最悪の場合またそれもね、コンテナが引き上げれないということがね、起きますんでね、なるべく平らにね、下の方から重たいものを均等に積んでいかないとね、はい、上げ下げするときにね、コンテナを上げ下げするときにちょっとね、不備が発生しますね。はい、先ほどのね、重たい廃材を下ろして今2現場目、北新地の方に向かってます。安芸郡坂町北新地ですね。これいつもね、北新地ってね、伝票書くときいつもね、なんかね、北酒場って書きそうになるんですね。これ冗談抜きで、ほんまに、これ受け狙いでもなんでもなくね、北酒場っていう歌好きなんですよ。細川たかしさんのね、あれでいつもね、北酒場ってね、書きそうになってね、一人でね、スッと笑ってしまうんですけどね。はい、これから矢賀からね、広島高速乗って行きたいと思います。はい、いやー、すっかり暖かくなりましたよ。さっきまでね、寒かったんですけどね、暖かくなってきました。よしよし。はい、先ほどの説明で分かりましたかね。結局あれですよ、前、極端に言ったらコンテナがあって、コンテナのね、前半分につらつらいっぱいまで土とかアスファルトとかね、ああいったものが積まれてるとまず上がりませんね。はい、前が重たいんでね、まず前が上がらないともうニッチもサッチもね、始まりませんのでね。ほんで今度逆にね、コンテナの後ろ半分にね、つらつらまで重たい土とかアスファルトが入っていると、先ほど言ったようにウィリーしますね。どうしても上げるときね、コンテナを上げるときにコンテナグーってやって荷台にかかりますよね、コンテナが。そのときコンテナ斜めになってますよね。はい、それで、後輪のタイヤを支点にシーソーみたいな感じになるんですよね。コンテナとキャビンでね、後輪を支点にね、シーソーみたいになってから、キャビンばっかり上がってってね、後ろが重たいもんでね、そういった感じでコンテナを背負えないという状況になりますね。これちょっと絵がないんでね、ちょっと説明しにくいんですけどね、こっちじゃね、そんな感じになるんで、まあ本当ね、まあまあ業者さんもね、そこまで多分考えてね、入れないと思うんで、それはもう仕方ないんでね、もしそういったことがあったらね、次からは、まあ、こういう風に今なるべく下の方からね、平らに積んでくださいっていう説明をして、はい、現場を出るんですけどね、はい、まあ、それでもね、また同じようなことね、2回も3回も繰り返すね、やっぱり会社もあるんでね、まあ、どんなもんかなと思うんですけど、本当ね、思ったかったさっきもね、いやー、北新地ね、さっきね、子供さんが多分保育園のね、保育所の卒園式かなんかでね、まあ、卒園式かなんかっていうか卒園式でしょうけど、お父さんとね、お母さんと一緒に、フォーマルのね、服を着て、
ね、園児の方が女の子だったな、あの子まだちっちゃかったな、結構ね1年生になるんでも体格差ありますもんね、すごい可愛かった、ピコピコ歩いてね、あのくるぶしぐらいのね、あのフリフリがついた白い靴下履いてね、まあ、あの保育所なんで特に制服なんか普段着ないじゃないですか、だからああいったねフォーマルな、まあ、ドレスじゃないですけど、ドレスじゃないね、そういった用品かな、制服じゃないけど、ああいった感じのね、ちょっとした清掃するとね、やっぱり子供ながらにね嬉しいんでしょうね、うん、めっちゃ可愛かった。でやっぱりああいったね新1年生がまたこれから増える時期なんでね、はい、運転もねより一層気をつけんといけんなというね気持ちになりました。はい、可愛かったピコ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 あるけどね、ほんま。いやー今日もね絶好調に綺麗な景色ですよこれ、はい、ね、ほぼ2日3日に1回は通ってるこの海田大橋ですけどね、やっぱりこう晴れ渡った日に通るのが一番ですね。すごい海上コンテナがね前を走ってますけど、よっこらせのセット、あー綺麗じゃん、海がほんま綺麗ね。まだだいぶあとね、もう多分10分ぐらいで着くんですよ北新地ってね、もう海田料金所出て右行ったとこなんでね、はい、もうあと10分もないね、5分ぐらいで着きますね、はい、で10時に時間指定なんで、ね、まだ9時23分なんでだいぶ30分ぐらい余裕がありますんでね、はい、ちょっとファミリーマートかなんかでねおやつ食べましょうかね、いろいろ視聴者さんにねおすすめされているスイーツなんかもありますんで、そういったものをちょっと食べていきたいと思います。なんかね食べるいちごミルクって言ったかな、飲むいちごミルクって言ったかな、飲むいちごミルクだったら普通か、そういったもの、はい、今ね現場の近くまで到着しました。もうここはねこんな感じで、向こうはね行き止まりになっててね、結構トラックヤードとかあるとこなんでね、はい、ちょっとここで15分ぐらい時間潰します。はい、これが食べる巻き場いちごというやつね、なんかアイスみたいな感じですね、アイスみたいなのとかもアイスですけど、これをね紹介されたんで、確かね食べる巻き場いちごだったと思います。食べる巻き場ミルクっていうのもありました、ファミリーマートですけどね、はい、これ食べようね、あ熱くなってきたんでね、アイスもいいと思います。せっかくねおすすめしていただいたんでね、ちょっと買ってみました、やっとね買ってみましたけどね、こんな感じでクリームが入ってね、いちごのソースとかね、なんか下はこれシャーベットになったのかな、まあ食べてみよう、いただきます。絶対うまいな、うん、ソフトクリーム、あこれマジで多いんかね、これ普通にアイスや、もっとなんかファミリーマートのスイーツを想像しとったんですけどね、これ普通にアイスコーナーにありました、はい、うん、うまっ、子供が喜びそうな味。もう一個ね、視聴者さんにね、ローソンのねあんこがなんかたくさん入ったねなんやらいうスイーツをね、紹介いただいてるんですけど、なかなかちょっとねローソン行くあれがないんでね、うん、この間ローソン行った時は忘れてましたしね、すっかりねあれもねちょっと早く食べたいんですけどね、はい、だいたいこう1日に1個はね仕事中にこういう甘いものね、パンとかね食べたくなりますね、うん、うまっ、今から10時に入れ替え入って、そうそう、さっきもねうちの土場に上がる途中に公園があるんですよ、で僕が朝一土場上がるときに福岡ナンバーのね何トン4トンぐらいの資材を積んだね平ボディのトラックが止まってて、まあ待機しとるんだなと思って、ほんでさっきねへさかの現場入れ替えしてまたドバに上がるときね、まだ1時間ぐらい経ってたんですけど、まだね同じとこに泊まって待機されてましたね、あ大変だなと思いますね、待機時間が長いとね、うん、なかなか何もしないでねずっと泊まっとくっていうのはね結構しんどいですからね、うん、ね、あうまっ、よしこれ食ってねこの後も頑張りますよ、はい、皆さんも怪我などないようお仕事頑張ってください、はい。
では本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。急に終わるっていうね。